こんにちは。今回から北海道旅行の動画をお送りいたします。お気づきの人もいるかもしれないけど、今回からは新たに春日部紬が動画に加わったのだ。一応ウプ主も出てくる予定なのだ。ところでここはどこなのだ？ここは名鉄名古屋駅。中部地方の大手私鉄である名古屋鉄道の一大ターミナル駅だよ。名鉄はこの名古屋駅を交点として X の字のように路線が伸びているんだ。だから休日でも2分間隔で電車が来るし、線路は2つ、ホームは3つで、とにかく忙しい駅なんだよ。確かに線路が2つしかなくて忙しそうなのだ。この駅から何に乗るのだ？今来たこの特急、中部国際空港駅に乗るよ。ということは飛行機に乗るのだ。飛行機楽しみなのだ。違う、ただのツアー。今回あれじゃない、6000何人来たかな。この神宮前駅から常滑線に入っていくよ。にしてもすごい乗客の数なのだ。いつもこんなに混んでいるのだ。いつもはこんなに混んでいないよ。今日は空港棟でライブがあるみたい。だからこんなに混んでいるのかも。この常滑線は神宮前駅から常滑駅を結ぶ全長 29.3km の路線なんだ。沿線には日本製鉄の工場もあるんだ。他にも鉄道ネタとしてはこの先に大江駅があるのだ。朝と夕方にしか営業しない名鉄東名古屋港線があるんだ。空港に行く人だけでなく通勤需要もあるのだ。かなり優秀な路線なのだ。今回は特急に乗っているけど、空港に行くはミュースカイという電車指定の速達列車もあるよ。特急よりも早い種別があるのだ。そうだよ、名鉄には特急の上に快速特急とミュースカイという種別があって、快速特急は名古屋から豊橋の間、ミュースカイは名古屋から
掃除名古屋の名古屋駅から40分くらいで中部国際空港に到着したのだ。まだ飛行機の出発まで時間があるからのんびりしてましょう。どどのくらいあるのだ。だいたい2時間くらいかな。ならデッキに行くのだ。なんか今日は飛行機が少ないのだ。昼過ぎだからかもしれないわ。それもあると思うのだ。ということで今回登場するピーチアビエーションのカウンターに来たよ。ここで搭乗手続きをするよ。ピーチアビエーション、どんな航空会社なのだ。ピーチアビエーションは日本初の LCC ローコストキャリアとして設立された ENE グループの航空会社だよ。ピーチって呼ばれているの。 LCC っていうのは簡単に言えばサービスを削って運賃を安くしている航空会社なんだ。ピーチアビエーションは LCC なのに中部国際空港の第2ターミナルは使わないのだ。そこは私にもわからないのだけど、ピーチは LCC 向けの第2ターミナルを使っていないのよ。だから今第2ターミナルから発着する国内線はジェットスターだけなのよね。利用するこちらとしては駅から歩かなくて済むから楽なのだけどね。話しているうちに荷物検査も終えて制限区域内に入ったわ。ピーチの機体はこんな赤紫のようなカラーなのね。やっぱり ANA グループだから地上にいる車も ANA のロゴが入っているね。搭乗の時間だよ。今回は横3列の真ん中だったから機内での映像はないよ。リクオモが座席指定台をけちったのだ。にしてもセントレアは本当に綺麗なのだ。そうね、開港が2005年と新しいからね。ということでボーディングブリッジまで来たよ。今回の機体は A320 セオ、ピーチの主力機だね。ピーチは他にも A320 ネオと A321 ロングレンジの3種類の機種を保有しているんだ。その中で A320 セオはピーチの初期からいる機種なんだよ。 A320 系列ばかりなのだ。何が違うのだ。 A320 ネオとセオはネオの方が新しくて燃費がいいんだ。 A321 ロングレンジは A320 に比べて一回り大きくてより多くの人を乗せられるんだ。ピーチは A321 ロングレンジだから座席の間隔を広くしているんだ。お客様にとお客様されがりますまで取り巻きの収納機の座席は上に乗らない。ということで快速エアポートに乗れたわ。もうすぐ発車するみたいなのだ。
選んでから。ご乗車ありがとうございます。千歳線快速エアポート札幌です。次は南千歳線に停まります。千歳線苫小牧方面と関庄線が乗り換えです。東京の通りエアポートは別に違う南と札幌。そうね、チェックインしてからどこかに夕食を食べに行きましょう。